あかんやん。全然あかんよ。とりあえず免許証とムード出して。ムードは出てないけどね。まず何キロ出てた？50キロぐらいちゃうかな。この道制限速度40キロで、その倍出てた。そんな出してないやろ。出てた。あんなにスピード出したらムードが出えへんやん。そうそう、スピードの出しすぎは違反やけども、ムードの出しすぎは表彰もんやで。40キロオーバー6点減点。ちょっと待ってよ。で、信号何色やった？黄色。完全に桃色。せっかく信号がムード出してんねんから、ちゃんと見てあげて。ちゃんと見つめてあげて。信号は善良なムードある市民を守るネオンやねんから。信号無視2点減点。いや、それきついわ。合わせて8点はないやろ。あれ似合うね。お酒飲んでるん違う？飲んでないよ。いや、完全にさっきまでムード出してた匂いするけど。ほんま、さっきまでムードのあるところでムードに飲まれて、お酒を飲んでムードを出してたんちゃう？そう、彼が何を言いたいかっていうと、つまりさっきまでムードのあるところでムードに飲まれて、お酒を飲んでムードを出してたんじゃないのかってことを言いたいわけ。要するに、さっきまでムードのあるところでムードに飲まれて、お酒を飲んでムードを出してたんじゃないのかっていうこと。で、彼が言いたいことを一言にまとめると、さっきまでムードのあるところでムードに飲まれて飲んでました。やっぱり。でも、コップにビール一杯だけやから、僕はお酒強いんで大丈夫です。お酒に強い人はおってもムードに強い人はおらん。お酒に強い人が一番ムードに弱いんやで。メントリやね。ちょっと待って、それはないわ。ムードなさすぎるやろ。負けてよ。そんなことしたら僕ら上からムードのない怒られ方するやろ。それでなくても、うちの部長はムードのある時とムードのない時の差が激しいお天気ムード屋さんなんやで。ほら、険悪なムードになってきた。そりゃでええから、もうこれ返して。これはもう立派なムード執行妨害やで。こんなことでムードのない無所でムードのない臭い飯食べたいんか。いや、もうどけ。もう待ちなさい。ムードのない被疑者取り調べ中に逃走。至急ムードある応援お願いいたします。特徴はムードのない横顔、ムードのあるパーマネント、ムードのあるざっくりと開いた胸元、ムードのない口元にムードのあるホッキル、ムードのある関西弁を使い、ムードある曲がり角をムードある方向へ逃走中。こちら直ちにムードある追跡開始いたします。モイスチャーミルク、メルク、テニスペアルク、ラック、ピアノの発表会、発表会。